こんにちは。今日も来ててすみません。500円玉貯金を最近始めたんですよ。どうしてもね、小銭でお金を貯めようと思うと場所取るんですよね。で、まあ、貯金箱に詳しい友達に聞いた時に、なんかいいものがあるよと、それがですね、こちらコインが縮む貯金箱。ちょっと開けてみましょうか。そんなはずないやんっていうのはもちろんそうなんですけど、その友達理系で、なんか特殊な仕組みあるのっていうふうに聞いてみたら、なんかね、そう、どんな金属でもなんか液体だろうがなんだろうが原子ってスカスカらしいんですよ。なのでそれギュッてしちゃえばめっちゃちっちゃくなるんやでーって言ってたから、はあ、なるほどね。さあやってみましょうか。どう考えてもね、サイズ的にはこれ大丈夫かなって感じではありますけど、1枚目入れてみましょう。ほっ、はあ、ちょっと待って、こっちには見えてなかった。もう一枚ちょっと入れる。え、めっちゃちっちゃくなってる。どうなんだ、こう見た時にちっちゃくは、あー、なってる。なってどうなってんのかな。ちょっと聞いてみます。原子は 99% 空洞ですが、中を電子がくるくるしてて、原子と原子それが反発し合ってるみたいな、それを完全にギューっと混乱するのは、今の、技術だと若干難しいですよーと。へえ、なるほどね。ということで理系のお友達ありがとうございました。二度とあなたを信用しません。今とりあえず3枚入れたので、いくら入るんでしょうね。4枚目、5枚目と9。ここでどうだ、ちょっと待ってくれ。5000でちょっと危ないな。引き続き、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これで1万入ったね。でもまだいけるでしょう。とりあえずね、その原子とやらを縮めてるんでしょう。1、2、3、4、5、6、意外と入る。7、8、9、10。はい、1万5000余裕で入った。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いいね、2万入った、2万入った。もうなんかちょっと漏れそうですけど、2万500、こういうのはとりあえずね、どうにかなる。ちょっと待ってね、このワインを飲み干して。最後に物を言うのはね、気合いす。2万1000入った。2万5000まで入れたい。で、2万5000が鬼畜かな。2万5000頑張れ。お、オッケーオッケー、もう1本。2万5500。もう本当にギリギリ2万5500円。ちょっとね、原子のスッカスカを縮める技術を、科学者の皆様に頑張って極めていただいて、一応なんかバカだと思われるから、ジョークグッズになっておりますので、まあぜひ、まあ中のこう余興とか使ってみてください。 Amazon でね、出すときはここをぐーっと下げると、やべ、ギッチギチに詰めすぎて出なくなっちゃった。どうしよう、どうしよう、ちょっと待って、あ、これ終わったわ。